皆さんこんにちは、ひこです。本日は皆さんからいただいたお悩みにお答えするお悩み相談室のコーナーです。今日もですね、早速オンラインサロンのメンバーさんからいただいたお悩みにお答えしていこうと思います。実はですね、今日ライブ配信をしてまして、すごい泣いたので化粧がハゲハゲなんですけど、今新しいオンラインサロンプラネットの方ではライブ配信をですね毎週やっておりまして、そちらで皆さんといろんな交流をしたりとか、一緒にワークしたりとか、いろんな私のトークをしたりとか、いろいろしているんですけど、すごく密に濃い交流してまして、ちょっとね私も泣いちゃったりとかすることもあるんですがそんな感じでやっておりますので、よろしければそちらの方ですね、月額999円のサロンなんですけど、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。それでは、早速お悩みご紹介していきたいと思います。ニックネームプリンさんです。ひこさん、いつも有益な情報ありがとうございます。サロン限定動画や YouTube のここ動画も遡って拝見しています。お金、経済的な豊かさについて質問させていただきたいです。私はお金の管理が苦手です。独身時代はまだ良かったのですが、夫は転勤族のため結婚を機に仕事を辞め、パートや派遣で働いていた時、環境が変わるストレスや元々の計画性がなく、セールストークに乗りやすい性格からかローン地獄になりました。ちょうど夫の転勤のタイミングで債務整理をし、同時に妊娠、子供のために今度はちゃんとパートを探して働き、貯金しようと思った矢先に病気が発覚。当時は自分の生き方が間違っていたから病気になったんだと、自己啓発やスピリチュアルのセミナーにお金をつぎ込んでしまいました。感情の掘り下げもするようになって、お金にルーズで、特に働いてもいない自分を見捨てない夫には感謝していますし、病気も何もしなくても価値がある自分に気づくためのものだったと今は思っています。でも実際家計が厳しいので、マイペースで働いてお小遣い程度稼げればいいと思いつつも、好きなことで稼いでる人を見ると取り残されたような気分になります。かといって趣味で始めたオラクルや病気の経験を生かして何かをしようと思っても面倒になり、結局ダラダラしている自分が情けなくなります。未だに自分は役に立たない、働いていない自分には価値がないという思いが強くあるように感じます。お金の出口よりも使い方や管理が苦手なものもありますが、入り口、稼ぐ方に問題があるのではと思っています。去年のめんどくさい、億劫という感情は怖いよりもさらに根深いと、キコさんが YouTube で話しているのを見て、自分はリハビリ期間が終わって自分で稼ぐチャレンジをするバンジーなのに、面倒、稼ぎたい、成功したいのに実力がないから怖いになっているのか、役に立たない自分は価値がないというブロックをまだ外せていないのか分かりません。なぜ経済的な豊かさだけ叶っていないのか、今の生活、贅沢はできないけど安定した生活に満足できないのか、アドバイスいただけるとありがたいです、ということです。プリンさん、ご質問ありがとうございました。今日はですね、ちょっと辛口にお答えしていきたいと思います。プリンさん、ごめんなさい、ちょっとね、愛のあるぶった切りでいきたいと思いますので、ちょっと覚悟して聞いてくださいね。すごくね、プリンさん、私の YouTube とかいろんなものを見て、まあ他のところでもだと思うんですけど、たくさん学ばれていて、すごくもっと掘り下げとかもね、いろいろしていただいてると思うんですよ。で、本当にすごくいろんなところで学んで実践されてるんだなっていうのが伝わってくる文章でした。これね、本当にね、ちょっと難しいところではあるんですけど、やっぱりいろんな情報がありますし、いろんな解決策があるんですよね。私もバンジーとかブロック外しとか感情の掘り下げとかいろんなことを言っているんですが、その方にとって今の問題に必要な解決策って全然違って、もっと言うと、A さんにはこのブロック外しを使うとめちゃくちゃいいんだけど、 B さんにはこのブロック外しは逆効果みたいなことってあるんですよ。なので、そこをね、見極めていくっていうのがすごくポイントにはなってきますし、それをね、間違えちゃうと、ね、逆効果になっちゃうっていうことがあるんですね。で、プリンさんの場合、結構これ逆効果になってしまってることがあるなっていうふうに思ったので、ちょっとね、そちらをお伝えしていきたいなというふうに思います。ご相談内容の中であった、ブロックをたくさんね、気づかれたっていうことで、例えば、まあ、病気になって何もしなくても価値がある自分に気づくためのものだったっていうふうに、気づかれたっていうことですね。これ本当に素晴らしい気づきだと思います。何もしなくても価値がある自分、それまでは、まあ、何もできないことを責められていたと思うんですけど、あ、価値があるんだっていうふうに、病気をして何もできなくなったことで、学べましたっていうことだと思うんですね。
で、病気の時はねそういう学びがあったと思うんですが、これねここまでが間違ってるわけではないです。ここまではこれでいいんだけど、ここからじゃあ病気が治りました、もう元気になりました、そうなったらね次の段階にもうプリンさんは進んでるはずなんですよ。次のステージに行ってるんですね。でここでちょっとね問題なのが、次のステージに行っているんだけど前のステージでやったことで乗り切ろうとしちゃってるわけですね。第一ステージでしか通用しないアイテムを第二ステージでやろうとしちゃってるっていうのが、これがね逆効果になるよっていう話なんですよ。どういうことかっていうと、一回その病気になることで何もしなくても価値がある自分っていうのをクリアされてます。ということは第二ステージ、次元気になりました、もう働けますってなった時に、でも働いてない自分っていうのは何もしなくても価値のある自分からもう状況変わってますよね。働けるようになっていますとしたら、何もしなくてもいい自分のブロック外しのためにこの現象が起こっているわけではないんですよ。じゃあ何かなっていうことなんですけど、めんどくさいとかそういうふうに思っちゃう、やらなきゃいけないなって思いながらもやれないっていうようなちょっと苦手意識があるっていうことですよね。お金の出口よりも入り口、稼ぐ方に問題があるのではっていうふうにプリンさんも書かれているんですけど、やっぱりね稼ぐっていうところがちょっとね苦手ポイントでいらっしゃるのかなっていうふうに思います。ご相談内容を見ると、自分はリハビリ期間が終わって自分で稼ぐチャレンジをするバンジーなのに、面倒になっているのか、役に立たない自分は価値がないというブロックがまだ外せてないのか分かりません。ここですここがポイントでございます。リハビリ期間が終わって、これつまりは第一ステージが終わりました。リハビリ期間が終わって自分で稼ぐチャレンジをするバンジーなのに、ここまで OK バッチリです。認識も合っています。なのに面倒になっているのか、役に立たない自分は価値がないというブロックをまだ外せてないのか分かりませんっていうふうにあるんですけど、これ違うんですね。ここからが、役に立たない自分は価値がないブロックはもう第一ステージで外しているはずなんですよ。ということはブロックが外せてないのかなじゃなくて、外せてるのにやってないっていうシンプルな現実が目の前にあるということなんですね。そう、これはねちょっとね言われるとうーってなっちゃうかもしれないんですけど、ブロック外せてるんですよ。外せてるけどただ物草でやってないっていうことなんですね。そう、これねブロック外しとかって第一ステージはめちゃめちゃ必要だし、頑張ってきた人が休むとか、自己否定をしてた人が認めてあげる、優しくする、自分にね優しくするとかっていうのが第一ステージだとしたら、第二ステージはもう元気な私、ブロック外れてる私なんで、その自分で実際にアクションを起こし現実世界を変えていくっていうステージなんですね。なのでここでブロックがとかって言っててはいけないわけです。そうなんです。これはね動くこと、アクションがちょっと苦手な人にとってはうわーってちょっと嫌だって思うかもしれないんですけど、来てしまうんですね。でもこれはあなたが成長している証拠でもあります。もうメンタル内側でやることとか、いろんな気づきを得てもうそこは大丈夫だよって言われているからこそ、次のステージに来て、で次の試練が来ているわけですね。試練というかね課題が来ているわけですね。でそれがクリアできてないからお金がないっていう現実があるわけですね。でプリンさんはお金があるっていう現実にしていきたいわけですから、そしてブロックはもうないんですよ。外しちゃったからね、ブロックがなくてお金がないという現実どうしますかって言ったら、もう頑張って稼ぐしかないのめちゃめちゃ現実的な話で申し訳ないんですけど、何にもスピリチュアルの話でも何でもないんですが、こういう風になってるんですよ、魂の成長段階って。だからね、ある程度健康になってきて、ある程度もう癒しとかが終わると普通に頑張るっていう期間が来るんですね。これは私で言ったら YouTube を1年間伸びないけど毎日更新をするみたいな、そういった時期になるかなと思うんですけど、やるしかないんですよ。すっごい嫌なんですけどね、すごく気持ちはめちゃめちゃわかるんですけど、なのでどっちかというと、仮にねその内側を変える必要があるとしたら、役に立たない自分は価値がないっていうブロックがあるからできないではなくて、私役に立ってなくて価値ないなって認めるっていうことなんですよ、内側を変えるとしたらね。要はもう何もしなくても価値があるよ、けど何かしたらもっとすごいよっていう自分を証明するステージが第二ステージなわけなんですよ。何もしなくても価値あるよはクリア、だけどやったらもっとすごいよ、ここをね証明したいわけですね。ということは今の目の前に来ている試練は絶対ここやるなんですよ。だからやるための
言葉を自分にかけてあげたりとか、やるモードにしなきゃいけないので、何もしなくて大丈夫だよ、何もしなくても価値があるよではないんですね。じゃなくって、何もしてないんだからやりなよって自分に言ってあげなきゃいけないんですね。ブロックもないのに何ダラダラしてんのよって言ってあげなきゃいけないんです。これは第二ステージだからこそ言えること。第一ステージはこれは絶対ダメです。第一ステージはもう頑張りきって疲れてるとか癒しが必要な段階の第一段階では絶対言わないでください。けど第一が過ぎてもうリハビリ期間終わったなってプリンさんがね自覚があるからこそ、今あえてちょっと厳しいことをお伝えしているんですけど、ブロックも取れたしリハビリも終わったんだからやりなよ私、何してんのよってちょっと言ってあげるぐらいの、そんな段階に来られているということです。ということは魂はかなり成長してますし、そして大事なのは第2段階に来ているということ、そしてこのお金がなくて困っているっていう状況があるっていうことは、100% あなたもお金を稼ぐ力があるよっていうことなんですよ。もう内側ブロック外したりとか潜在意識は変わっていて、行動さえしたら現実変わるよっていうステージなので、行動するっていうことが解決方法になるんです。したら必ず 100% うまくいくって自分に言ってください。そうだからね、でもいろいろやってるけどやる気続かないよっていう風に思うと思うんですよ。私も思ったので、やってるじゃん YouTube って私も思ってたんですよ。私プリンさんの場合もオラクルをねやってみたりとかいろいろやったけど結局続かないんだよねっていうとこだと思うんですね。で今そんな自分に自己嫌悪みたいな感じだと思うんですけど、このね自己嫌悪のパワーって、実は自己嫌悪にずっと浸ってるのは良くないんですけど、自己嫌悪もうこんな自分やだ変わりたいってすっごいいいポジティブなエネルギーなんですね。だから逆に私はあえて自分を責めるようにします。そういう時はこんなにブロックも外せてこんなに魂も成長したのにやらないなんてもう価値ないじゃん私、こんなんでいいのって自分に言うんですよ。したら嫌だっていう自分が出てくるので、嫌だやるみたいな、そのもう嫌だやる悔しいみたいにあえてするんですよね。そのもう変わりたいっていうエネルギー、これってすっごいポジティブ。要は癒しが必要な第一段階ってマイナスからゼロにする作業なんですけど、ゼロに来てスタート地点に立ったのでもう変わりたいってこうバンとねプラスに触れる時期なので、思い切って行動してみてください。そしてね、めんどくさくてもねちょっと頑張れって自分に言ってね行動してあげてほしいんですね。そうすることで、私いつもお話ししているのが、目に見えない世界と目に見える世界の努力っていうのは 50%50% がベストバランスだよっていうふうにお伝えしているんですよ。自分の潜在意識とかね、そういう内側を整えたりとか直感を信じるっていうことをするのが半分、そして半分は現実的な行動だよっていうふうにお伝えしているんですけど、なので第一段階でその内側の部分、目に見えないところをいっぱい磨いたりケアをしたりされたからこそ、今は現実を動かす、ちょっと苦手かもしれないけど行動を頑張ってみると、今まで多分過去に行動してもどうせうまくできなかったとかっていう失敗経験とか、どうせ私できないもんっていう経験があるからこそ今ねやりたくないとかめんどくさいってなってると思うんですけど、今だったらやったらやっただけ絶対に変わるんですよ。で楽しい、頑張るって楽しいっていう風になれる時期だからこそやってほしいんですね。これはねある意味もう本当に行動のボーナスチャンスの時期なんですよ、この第二ステージっていうのはね。だからやったらやっただけ絶対に結果がついてくるので、結果がまだ出てないとしたらもうちょっと頑張ってねっていうお知らせだと思ってください。だからここではねとにかくアクションなんですよね。もう本当に現実がめちゃくちゃ変わるのが目の前、もうすぐっていうところまで来ているので、ここでねまた第一段階に戻んないようにするっていうのがね、ここの今のポイントかなっていうふうに思います。プリンさん行動頑張っていきましょう。本当にめちゃくちゃ現実変わるし、過去のまだブロックがいっぱいあった時にやっていた行動と同じことをしても今ブロックが取れてるのでサクサクいくはずです。ただやる気がないとかめんどくさいっていう自分だけはねちょっと自分で応援してあげないと、どうしてもなかなかこう思い越しが上がらないっていうところはあるんですが、走り出したらめちゃくちゃ速く走れるようになっているので、本当に、ね、楽しみながらやっていただけたらなと思います。というわけでこれにて解決。プリンさんご質問いただきましてありがとうございました。最後にお知らせなんですけども、現在私の LINE 公式の方ではお友達登録記念として、運気の上がる開運待ち受けとスピリチュアルを現実に生かす3つのテキストを無料で
でプレゼントしております。よろしければそちらも概要欄に貼っておきますので、新サロンプラネットと LINE 公式どちらもぜひよろしくお願いします。というわけで、今日の動画が面白かったよとか参考になったよという方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。キコでした。バイバイ。月額999円の新サロンプラネットのメンバーを募集中です。コンセプトは楽しくてためになる。あなたの隣にキコがいる。いるだけで意識革命が起きる。メンバーさんからの質問やリクエストをもとに月に4回毎回みっちり60分交流型のトークライブを開催します。ここでしか聞けない超有料級のあなたに気づきを起こすトークライブです。その他にもサロンメンバーさん限定のイベント特別ご招待や先行予約などたくさんの特典をご用意しています。あなたもスタートアップメンバーとしてご参加されませんか？詳しくは概要欄で。プラネットでお会いしましょう。